大人の遊びをしようじゃないか。レブレッチ投資家五木です。本日もよろしくお願いいたします。 さあ、SOXL なんですけれどもね、レンジに突入と判断して購入していきたいと。さあ、レンジの幅は、そして購入はいくらぐらいからね、していくのかというところね、まあ今日は皆さんと情報共有していきたいと思います。アメリカの現物の株式の取引は大人のたしなみです。作戦会議スタートです。はい、うちのチャンネルではね、余裕を持って投資をしていきましょうということで、余裕を持つためには資金管理と、そして知識が必要ということで、 右肩上がりの最高ランク米国株トップ25銘柄ということで、ね、毎月更新とかって、ね、書いておりますので、本当にね、毎月更新されるのかどうかということでね、まあ、こちらの方もね、まあ、暇な時にね、えー、見ていただければと思います。えー、そして、あなたが投資すべきは次のアップル株でも、ね、ビデオを超える AI 企業でもないノベル賞研究から導いた3つの投資先。こちらはね、動画の方になっております。 説明欄にね、この他多数いろいろな、ね、商品取り揃えておりますので、すべて無料でね、読めるレポート、ビデオ、そして書籍ということになってますんで、知識不足をね、暇な時に少しずつ少しずつしていただければと思います。説明欄に URL を お好きなものを選んでください。ただし1つだけ注意点。私自身はアメリカの現物の株式の取引しかしません。これらの、ね、書籍などの、ね、中に CFD とか信用取引、空売りなどを、ね、進める投資の、ね、本があったとしても、私は現物しかしませんので、ね、そこのあたりは、ね、ご了承ください。 さあ、この番組は入金力を労働収入から資産収入へシフトしていく過程を見ていただくエンターテインメント番組となっております。小難しいことは言いません。私は毎月5万円レバナンスを購入しまして、10年間ね、例えばファイヤーだーというね、えー、ことでレバナンス投資っていうのは始めたんですけれど、よくよく考えると、なんで私がね、汗水たらしで働いたお金でレバナンス買ってんだと、なんとか資産から資産を変えないのかということを考え まして、まあ2年前からね考えてたんですよね、えー。それがやっと今年の3月にね形になってきたということで、えー、まだまだね進化途上ですけれど。 このデイトレから短期取引、スイングトレードでドルを稼いで、稼いだドルを円に戻し、レバナスを買っていくと。えー、このサイクルができますと、労働収入から資産収入へシフト、ファーストステップということになります。セカンドステップ、サードステップとありますので、ね、えー、ところに私が立ちますと、次の、ね、ステップになりますと、皆さんにその情報を共有していくという、ね、流れになっております、うん。ちょっとね、面白そうなことやってるじゃないかと。気になるな。毎日ね、ちょっと追っかけて よようかなとと思われた方はぜひともチャンネル登録よろししくお願いしますでは SOXL、五所八橋のチャートですね。久しぶりに見ましたね。右肩上がりのチャートと、えー、最安値が20.66、最高値が22.96ということでね、まあ、ここ、えー、最大のポイントは20ドルを割らなかったということですね。えー、ここがまあ最大のポイントになってくるのかなということで、えー、私は20ドル割るのか割らないのか、ここを、ね、見極めてから割らないのであれば購入。 っていくのであれば17.25あたりまで待とうと思ってたんですけれど終わ、えー、りませんでしたので、えー、ということはここは20から28のレンジに入ってるんじゃないかと。 東の方うの、ね、チャートに見ますと、まあ、それが、ね、手に取って見れるんじゃないのかなということで、もう、ね、ここは20から28のレンジということで、決め打ちしていきたいと思います。そうなってくると、おのずと、ねはい、今、反転上昇し始めたところですので、しっかりとここで、ね、購入の方をしていきたいと、じゃあいくらで購入していくのかということになっていくわけですね。 まあ、ただし SOXL ね。まあ、確かに大口の投資家もちょろっと買ってるんですけれど、やはり SOXL のね、売り買いしているプレイヤーは小口ということになってきますので、そこ掘っていく展開っていうぐらいまではね、まあ、いかなかったのかなというね、えー、感じですよね。ただ、超大口の投資家も、まあ、しっかりと会話入ってきております。 終わり値が22.93で終わっておりますので、今日ね、マイナス3%下掘れば22.24、マイナス5%で21.78、マイナス7%で21.32ということでね、まあ上昇していくんじゃないのかなと思うんですけれど、まあ上昇中の下落ということで、えー、まずは一気にね、s o x ルが上昇しましたので、今日はね、えー、ひょっとすると、 一旦ね、下げから始まって、その後上昇というところが考えられますので、このマイナス3%、22.24、このあたりでね、 手を打っていかないといけないのかなと思いますので、一応ね、マネックス証券のみで22.24で差し値の方を入れていきたいと思います。最後のね、秘密のお金、レバナスの購入資金を前借りしようかなと思ってたんですけれど、そちらの方は20ドル割ってね、17ドルとかっていうふうになってきたような資金でプールしておきます。今のところは秘密の金を使うのはやめということに、ね、なりました。 さあ、テスラ1.5倍ブルですね、えー。こちらの方はちょっとね、上昇しづらいのかなということでね、まあしっかりとね、上昇はしてるんですけど、まあその分プレーマーケットで底方って言ってるんでね、結果言ってこいなのかなと。えー、そして、えーね、その後はレンジに入った模様ということになってますんで、まあなかなかね、ちょっとテスラ1.5倍ブル、こちらの方は上げづらい状態になっていってると。えー、そうしまして、しの方のね、チャートを見てもね、まだ そんなに言うほどね、上昇していくという雰囲気にはなっていないということですので、ま,あ、まだまだね、ここは底掘っていく可能性もあると。ちょっとね、テスラ自体が今ね、弱いのかなという感じで、まあ、反発をね、待ちたいところですよねあ。テスラの方もっと言いますとね、もうほとんどね、超大口の投資家はね、売りと買いがね、ほとんど一緒なんじゃないかなというふうにね、思っておりますので、まだまだもぞもぞする可能性はあるのかなと。 テスラ1.5倍ブル終わりね、14.95で終わっておりますので、3%下に下がれば14.4、5%下に下がれば14.2、逆にね、えー、上昇していけば、プラス 3%15.39、プラス 5%15.69 となっております、えー。私が保有しております。 テスラ1.5倍ぐル。楽天証券215株はマイナス18.93と。えー、まだね、マイナス18.93で踏みとどまってるっていうところですよね。東ー,ーさんの口座46株はマイナス16.42。マ 16. ネクス証券はマイナス10.54ということになってますんで、レバレッジ商品の、ねえー、中で、まあこれぐらいでね、下落踏みとどまってくれてるんだったらいいんじゃないかなと。あと、こっからね、20%上昇を、ね、早く待ちたいなと。さあ、ラブです。 こちらの方は、まあ、しっかりとはね、上昇しているんですけれど、まあ、上値がね、えー、かなり重たい展開なのかなということで、もう底値の方はね、今のところ、えー、徐々にですけれど、切り上げてるのかなと。で、冷やしの方のチャートを見ますと、やっとした髭がね、まあ、たっぷり突き出しているんで、まあ、あとね、えー、遅くても数日ぐらいで上昇していってくれるんじゃないのかなというふうに思います。デケタカの方もね、ついてますからね、まあ、そんなにほどね、えー、悪くないのかなと。 あとはね、どこで反発するねタイミングがあるのかというところではないでしょうか。見てみますと、まあ、圧倒的にね。 超大口だけに注目してみておりますと、まあ、圧倒的に超大口は買ってますよね。売りの方が少ないですよね。約ですけれど、まあ、売りと買いではね、3倍の開きがあると。3倍ね、超大口かは購入しているということになってますんで、まあそろそろね、この超大口の人たちが買い集め終われば、上昇していくんじゃないのかなということでね、まああと数日だと思うんですけどね。 ラブ、終わりね、5.14で終わってますんで、今日、底掘る展開ですと、マイナス1.5で5.60、マイナス3%で4.98、逆に上昇していきますと、プラス1.5で5.21、プラス3%で5.29ということになってきます。まあ、最近はね、この高値が重いですよね。先週、8月7日の月曜日、高値5.35、火曜日5.05、水曜日5.17、 木曜日5.3、金曜日5.22、週変わりましての月曜日5.18ということになってますからね、まあ、なかなかね、えー、この上値が重たい状態、まあ、これをね、ど、え、う、ー、にか出してね、えー 突破していただきたいなと。えー、ただ、最安値自体がね、4.26ということになってますんで、ほとんど今ね、最安値付近になってるんで、まあ、そこでの方も硬いのかなというふうに思ってますんで、まあ、あとは上昇を待つのみですよね。デイトレしたい方は12セント、こちらの方でやっていただければいいんですけれど、まあ、月曜日もね、39セント動いてますんで、まあ、デイトレはね、今、しやすい状態になっていくのかもわかりません。TDC 検査的に上昇トレンドに変わればね、 まあデイトレの方もね、えー、していけるのかなという気がします。さあ、保有しております、ラブ746株マイナス14.82、マネックス証券395株マイナス10.32ということでね、えー、まあマネックス証券で見ますと、先週の金曜日がマイナス11.19、木曜日がマイナス10.67、水曜日がマイナス13.1ということになってますんで、まあ、このあたりをうろうろしてるんですよね。まあ、なんとかえー10%を、ねえー、切ってくるような状況 状態になれば何かか、ね、か変わってくるのかも分かりませんさあ、ラブ1141株持っております。これをね、どううまく売り抜けていけるのか、まあ今からね、上昇で、ね、待ちたいと思います。TMF は歴史的買い場、これはね、変わっておりませんということになっておりまして、6.12と。なんとかね、この TMF が安い間に、 他の保有している商品がね、バンバーンと売れて、利益が出たら、その利益分、まあ、ここね、TMF 購入したいんですけれど、さあ、そううまくいくのかどうかと。えー、ただ、こちらはまだ安心していいのかなというのが、まあ、超大口の投資家がね、やはり買いより売りの方が多いということになってますんで、まあ、今年いっぱいぐらい TMF の買い場は続くのかなと。えー、ただ、いつまでも6ドル台だとは思っておりません。私はこの TMF っていうのは、8ドルにね、到達するまではまあ買い 集めていってもいいかなというふうに思いながら集めていっておりますので、その OTMF、スイングで持っております方は100株、マイナス16.11、252株、こちらマイナス17.61ということになっておりまして、まあ、ネクス証券で保有しております80株、こちらね、マイナス11.7ということになっておりますので、まあ、アドルに余裕ができればね、はい、まずは、 一般にサークの方で買い増しをしまして、そしてその後ね、特定口座で持っている方はね、すべて処分していこうかなというふうに思っています。年末までに1000株、これがね、私の、ね、TMF の今年のね、腐ていく株の目標です。あとはこのままね、532株をおそらくホールドしながら9月を迎えると思いますので、9月のね、分配金を楽しみにしたいと思います。 えー、DPST、えー、こちらはいい感じで下がってきましたね。えー、もう少しでエンジャーバンドマイナス2シグマに到達しそうです。えー、ですけれど、まだまだ高いということで、なんとか50ドル前半、もしくはね、50ドルを切るような展開がいいなと。 一株残しの DPST、プラス58.4とかなりね、利益の方が低下してきましたので、こちらがマイナスになればね、すぐさま購入ね、したいなと思います。お金があれば。FAS を見ましょうということでね、こちらもね、しっかりと下げてきているということになりますけれど、まあ正直な話ね、まだ高いんですよね。そろそろね、ボリンジャーバンドマイナス2シグマに沿って、バンドウォークでね、下げてきてくれないかなと。金融銘柄になっておりますので、この前の DPST と FAS っていうのは、まだまだね、え。ー 債券の方が逆イールドを発生している真っただ中ということになっておりますので、まあ下げてくるね、余地っていうのは十分あるのかなと。まあその下げ切ったところを狙い済ましたいと。キュアですね、えー、こちらは逆に上昇していますけれども、まあ連日上ゲをたっぷりついてるんでね、やっぱり上値は重たいんじゃないかなということで、このキュアっていう商品はね、えー、90切ってこないとうまみなしということになります。前回の安値が86.41ですので、まあできれば86.41切るよ なな展開になればね、えー、購入したいかなとただしあんまりこれ大量保有するね商品ではないのかなというふうに思いますので、まあ、私の打ちはまあ1000ドルか2000ドル、まあ、それぐらい購入できればなというふうに考えてます。さあ、アップル 1.5倍ブルー、えー。こちらの方は反発してくれるのかというね、えー、ところで、まあ、チャート的にはね、なんか下げ止まったような気もしますけれども、ただ出来高の方はね、平気の出来高に届いてませんしと、ということになってますんで、まあ、こっからね、はい8月後半に向けて、えー、上昇があるのかどうか、まあ、見守っていきたいと。まあ、そのアップル1.5倍ブルー。マネックス証券で5株だけ持っているということでね、えー、マイナス2.13と。まあ、こちらいつもね、私は買い出しが早いんで、また、あ たぷりと、ねえー、落ちていってくれれば、さらにね、えー、購入していきたいということなんですけれど、今ね、えー、回せるだけの資金はありませんので、今のところは生還していると。さあ、えー、売却の方はありませんので、実現損益増減はありません。3月から8月、4402ドル37セントプラスになっております。あと残りマネクス証券。 192ドルあります。こちらの方、ソクルをね、購入していく予定になってます。秘密のお金を使おうかなと思ってたんですけれど、あれはね、20ドル切らないと買わないということで、20から28のレンジにソクルが入っていると判断しましたのでね、のソクルの最安値で、ね、ここを。 買っってていきたいかなと思ってます私が今、えー、投資をしておりますね。えー、内訳、テスラ1.5倍ブル。こちら5,986ドル回っております、えー。なんとかね、売却ね、やつ9株ぐらいしたいなと思ってるんですけれども、えー、なかなか上がってこないと。えー、TMF は3,936ドル。まあ、これはね、えー、寝かしておかないといけないということになります。 えー、DPST は49ドル49セント。まあこれはね、えー、関係ありませんね。えー、ラフ、こちら6188ドル回っておりますんで、うん テスラ1.5倍ブルーが上がるのが早いのか、ラブが上がるのが早いのかと、まさか TMF がね、売れるところまで上がるなんてことはね、えー、ないだろうなと思ってるんで、まあ、テスラ1.5倍ブルー、ラブどちらが上昇早いのかと、まあ、今の状態では私はラブの方が早くね、えー、上昇していってくれるんじゃないのかなというふうに思っております。まあちょっとね、今、えー、買い付け容力の方が少ないので、なかなかね、 最後のね、決めて、どこにね、資金をぶっこんでいくのかっていうのがね、まあ悩ましいところなんですけれど、まあこうやって見ますとね、うんやはり分散投資していたとしても、ね、なかなか上昇しないときは上昇しないという、ね、ことになってきますんで、 ある程度のね、分散というのは、まあしておいた方がいいのかなということですよね。えー、ただ、やっとね、ソクル、判断がつきまして、20から28のレンジに入ってると思いましたのでね、まあ今日変えるので、 変える状態に、ねえー、なったのはいいことかなと。あとはね、えー、今週から来週、特にね、えー、来週の NVIDIA、そして、えー、ジャクソンホール会議に向けてね、株価がね、反転上昇していってくれればいいかなと思っております。最後までご視聴ありがとうございました。この動画が少しでも良かったな、資産形成の役員だったなと思われた方は、グッドマークだけ押して退席よろしくお願いします。 今日もアメリカのマーケットは開きますので、22時からライブ放送をかけていきたいと思います。ライブ放送のご参加お待ちしております。ライブ放送でお会いしましょう。さようなら。